女性だってしっかりトレーニングしたい、そんな気持ちに応えたのがこの DVD です。胸の筋肉で肘を押して上げていく。実際のところメリハリを作るには筋肉に刺激を与え、それに対する反応を起こさなければいけません。しゃがむのと同時に押し上げていく、下ろすのと同時に立ち上がっていく。スーパーセットとは2つのエクササイズを立て続けに行うというものなんですけれども、同じ筋肉を休憩を挟まないで、立て続けに2種類のエクササイズを行っていくということ。休憩を挟まないで交互にやっていくことで心拍数を高く保って体脂肪を燃焼していく。メリハリをしっかり作りながら体脂肪を絞っていくという一石二鳥の運動を行っていきます。交互にインターバルなしで3セット行っていきます。で、肘を曲げて肘を押し上げる、はい、そうしたらすぐにショルダープレスに入っていきます。ここから両方から上げていく。お尻もキュッと上げるようなイメージでギリギリ縮めた状態で腰を丸くしていきます。そんな感じで、ダンベルアームカールとこの腹筋を1セットずつ交互に行っていきます。そしてこのリアデルトレーズが終わったら、ダンベルをくるっと真横に向けて肘を引き上げていって、真横に引き上げていくという感じで、ワンレッグデッドリフトが終わったら足を戻します。そしてここからバック&ニーに入ります。1でももとお尻、2で膝を上げる、3でまたももとお尻を使う、4ですね。あなたは何が欲しいのか。お尻を深く落として下半身も使って上腕に時も使っていく。ダブルスーパーセット編とはスーパーセットを2つ使っていくという運動方法なんですけれども、結果的に4つの運動を通して行っていく。肘を伸ばしていく、腕を伸ばしていく、上腕三頭筋締める。今回の女のマジトレーニングでは普段見えない部分やディテールにも気を使ったエクササイズを紹介しています。今回、肩の後ろ側の、ね、筋肉、肩の後ろのラインを気にしたエクササイズというのはいくつか紹介しましたが、ここで肩の後ろを使います。肩の後ろにギュッと締まる感じを感じていきます。気になる、二の腕が気になる人が多いと思うんですが、実際には腕はね、全体で、綺麗な形を作っていくということになりますので、この横にね、ここに走っている上腕筋という別の筋肉があるんですが、ここのラインも綺麗な曲線を描いていくんですね。この微妙なラインなんですが、尻のね、横のね、中殿筋というこの上の筋肉なんですけれども、ヒップアップのこの上の筋肉を作る、エクササイズをやっていきますね。横にやる場合には表から見たよく見える方ですね、こっち側の筋肉がより引き締まった形を、作ることができるんですね。内ももの筋肉を、引き締める運動になりますね。すれ違う感じ、向こう側にすれ違う感じで、はい、お腹を斜めに縮めていって繰り返していく。脇腹の運動ですね、サイドベンド、脇腹の運動です。1、2、3で立ち上がる。アップダウンがないようにしながら、いいですか、できるだけアップダウンないようにしながら、あなたのセクシーフィットネスの道はすでに始まっています。やろうじゃありませんか、セクシーフィットネスの方法で。